に誰なんですか。今完全に真夜中ですよ。ちょっと怖いな怖いな。さっきから本当にそこに誰かいますよ。これ開けて大丈夫なんですかね。ちょっと、でもちょっと開けないとね、この引き続き寝ることもできないと思いますし、勇気を持って開けてみましょう、開けてみましょう。一体誰がいるんですか、そこに。マジかよ。シュンズ TV です。前回の動画見てくれた人わかると思うんですけども、ディズニーオフィシャルホテルのグランド日光東京ベイ舞浜ホテルに泊まりに来ています。そして今現在寝てて真夜中なんですけども、なんか私の電話がずっと鳴りっぱなしなんですよ。知らない電話番号で怖かったので、とっさにカメラを回しました。そして今現在モアナと一緒にテフィティの心を探している最中なんですけども、とりあえず電話に出てみたいと思います。また鳴ると思います。さっきからずっとですよ、もうずっと鳴って。来ました、来ました、この電話ですよ。夜中に何回も電話が来るなんて普通ありえないですからね。よいしょ。はい、シュンさん、なぜ私の電話を無視するんですか。今あなたが泊まっているホテルに豚がいますよね。豚さんなんていませんよ、ここに豚さんなんて。嘘つかないでください。その豚を今から食べに行きますので、部屋で待っててください。チャイムを鳴らします。ちょっとくそ、切られてしまいました。ちょっと皆さん、一体この人物は何者なんですか。なんで私たちがホテルに泊まってること知ってるんですか。それに本当に豚なんていませんからね。今から部屋に来るって言ってたよ。僕怖いよ。わー、偉大な俺がいるマウイ様だ。だから人間ども安心しろ。いや、何でも変身できるマウイは本当に勇敢でございますね。タブロックしてね。いやー、セレモニーさんとココちゃん、今現在夜中ですからぐっすりと寝ている最中でございますけども、あれココちゃんがなんか目開いてますけども、ココちゃんごめんね、起こしちゃった。いや、なんかさ、さっきからうるさいなと思って目開けてたんだ。一体何。いや、ごめんねココちゃん、大丈夫だよ。ココちゃんとかセレモニーさんに言うと変に心配しても困るからね。よし、ちょっと私は今からマウイとですね、そのさっきの電話の女の人を探りたいと思います。いやー、いつチャイムが来るか分かりません。とりあえずですね、マウイが一緒に出てくれると言っていましたので、心強い仲間でございます。いやー、おお、急に変身しましたけども。警察に化ければ人間は怖がるだろう。俺様はマウイだ。すごいよマウイ。マウイは何にでも変身ができる男の。来ましたよ。きっと包丁を持って女の人が来たんですよ。くそ、ココちゃんとセレモニーさんを絶対に守りたいと思います。よし、私とそして警察に化けたマウイと一緒に出てみたいと思います。よろしくお願いします。いやー、はっきりチャイムの音が聞こえます。あの電話の女の人は一体何だったんだろう。これ覗き穴から見れるから、覗き穴から。あー、でも小さいからやっぱ見にくいな。特にカメラには映らないですよね。しかもなんか豚がいるでしょ。その豚を食べに行きますって言ったってことは、絶対に何か包丁か何かを持ってきてるんですよね。豚って何の話だよ。ちょっと待ってください。何か声が聞こえませんか。ちょっと待ってください。やっぱり目の前にいるんだ。さあ、その豚をよこしなさい。モアナのペットの豚をね。ちょっと一体何を言ってるんですか。さっきから私本当に豚なんて今目の前にいないですよ。ちょっとあなたの正体を探りますよ。だからどうなっても知らないわよ。そんな脅しには乗りません。こっちには警察官がいますからね。警察官と一緒に開けて確認してみたいと。ロッツォ。いやあ、こんにちは。何をしているのかね。バレちゃしょうがない。ちょっと一体どういうこと。ああ、シュンズ TV にテフティ探しをやめてもらいたくてな。それを伝えに来たんだ。やめるわけないでしょ。くそ、それにロッツォが来ましたよ。そうだ、モアナたちと一緒にロッツォを捕まえ。じゃあ、さらばだ。え？マジかよ。ロッツォいなくなっちゃった。くそ、脅して私をテフティ探しやめさせようと思ったんですけども、でもモアナたちを連れてくるって言ったら急いで逃げていきましたよ。いやー、ロッツォの仕業だったのか。一安心でございます。
いやあ、ステンチー聞いてくださいよ。まさかのロッツォの仕業でございましたよ。わざわざ警察官のポリスステンチーに変身してマウイも一緒に来てくれましたけども、いやあ、それにしてもですね、あーすごいや、もう変身しちゃったよ。え、わわ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 、すごいな、マウイはやっぱり一瞬で変身ができるんですね。それに夜中でございますけども、セレモニーさんとココちゃん安心して寝ていてくださいね。ロッツォの仕業でございました。決してナイフを持った人ではなかったから大丈夫だからね、ココちゃん。わかった、わかった。ちょっとさ、もう寝てんだからさ、静かにして。あ、わかったよ、ごめんね、ココちゃん。シュンさん、シュンさん、わー、どうしたの、ステンチ急に大きい声で叫んで。さっきロッツォが豚さんがいないかって言ってたけど、実はモアナのお友達で豚さんがいるんだって。え、そうだったの？もしかしてそれを知ってて、ロッツォはその豚を探していたんじゃ。でも大丈夫、もうモアナと一緒にいるよ。今モアナの後ろにいるんだ。わー、え、そうなの？どこにその豚さんがいるんですか？あれ、ちょっと待ってください。こんなところに後ろを向いている豚がいますけども、よいしょと。うわ、すごい可愛いじゃないですか。この子はプアっていう名前で、モアナの大切なペットなんだって。実はさっき窓から入ってきたから、マウイが中に入れてあげたんだ。わーん、そうだったんだ。プアはきっとモアナのところに来たくてわざわざここまで来てくれたんですね。皆さん、ロッツォに先越される前にこのプワをモアナの元に戻すことができてよかったですよ。でもロッツォもまさかこのディズニーオフィシャルホテル周辺でテフティの心を探していると思いませんでした。テフティの心をロッツォよりも先に見つけないとマジでヤバいことになります。シュンズ TV がボロボロにやられてしまいます。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。バイバイ、みんなもゆっくり寝てね。わーん、ママ。やあ、こんにちは。何をしているのかね。モアナのペットの豚がモアナに近づこうとしているのを知ったから、先回りして捕まえてやろうと思ったが、どうやらモアナたちと合流してしまったみたいだな。まあいいだろう、すべてはロッツォの仕業だな。ああ、その通りだ。でもロッツォチームの諸君よ、もう間もなくシュンズ TV を潰せるから安心しろ。ロッツォに質問、ロッツォは今年の3連休は何をしますか？決まってるだろ。シュンズ TV を倒して、そしておもちゃたちが幸せに暮らせる世の中を作るのだ。ロッツォにお願いです。ピノキオを仲間にしてください。ああ、今回テフティの心を手に入れることができればシュンズ TV を潰すことができる。なのでその必要はないだろう。それに今回私は最強の仲間をもうすでに手にしているからな。そいつがいればテフティの心もすぐに手に入るぞ。ああ、そうそう、シュンズ TV を応援したいやつはチャンネル登録をした方がいい。ただし私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあ、どうかね。